いろんな店舗があるんですけど、はい、神戸は三宮でやってます。ここ、はい、生徒さんと一緒に行きたかったんですけど、そうそうそう、日曜日はちょっとレッスンが多くて、そうです、ね、代表の私とチーム長の福さん、はい、2人でこんな広いところで、はい、もうめっちゃ広いなんですけど、いやでも昨日よりは、あ、天気が昨日死ぬかと思ってやりやすいですね、今日10分ですし、はいはい、K-POP で歌って踊って、はい、盛り上げて、はい、富永先生に可愛がってもらって行きましょう。行きますね。なんかお尻からもっと BGM も大きくお願いします。もういつもの感じ。ね、それですね。Yeah.
急になんか撮るですね。はい、ありがとうございます。昨日と今日なんかアームズフェスとはここでありますけど、皆様聞いてありがとうございます。最近天気がまためっちゃ暑いなんですけど、またなんか秋が来るじゃないですかね。天気の話ですか。はい、天気の話ですね。秋は来るんですか。そう、わかるんですね。また秋も今夏です。ちっと暑いですね。ありがとう、はい、ありがとうございます。来る目的、はいはい、じゃあ受付のところに、はい、私たち神戸の三宮のアカデミーの、はい、ちょっとあれなんですけど、はい、K-POP のアカデミーですね。チラシが、ね、はい、ありますので、はい、いろんなレッスンしてますし、はい、私たちはあれで有名なんですよ、はい、韓国事務所とよくオーディションして、はい、練習生契約して向こうでデビューして稼ぐ、うん結構日本のメンバーで活躍してる子は、はい、結構うちの出身だったりとかします。有名な結構たくさんいるので、もし K-POP とか、はい、日本の事務所も多いんですけど、多いですね。アイドル目指してみたいという方は、はい、うちいいかもしれないです。うん、そうですね。あとで何か関心があるならば、なんか右でチラシがありですね、関心があるならば、ちょっと持って帰ってお願いします。お願いします。場所もめちゃいいんですけど、三宮駅から歩くと3分ぐらいでありますから、皆様ちょっと関心で応援お願いします。ちょっとクックさんがね、まだ日本語があれなんですけど、はい、さすがに3分はないです。10分ぐらい、そうですね下げるところでした。あ、そうなんですか。まあいいです。あ、いけちゃうんですね。あった。あ、次の曲は私たちが、なんだ、オリジナル曲ですね。あ、チャイナストで、オリジナル曲から皆様一緒に、富永先生これちょっと俳優、はい、下げて結構インインって感じ、なんか、ものがね、ごまそれというアップや。次の曲は私たちのなんかオリジナル曲ですね。皆様一緒になんか簡単のお曲から一緒に拍手して応援お願いします。お願いします。あと1曲してやります。はい、お願いします。手拍子しながら聴いてくださればありがとうございます。Thank you.
頑張りましょうという意味です。嫌なことを忘れて、頑張りましょうっていう意味なんで、頑張りましょう。はい、皆様の頑張りましょう。はい、最後の曲いきます。はい、お願いします。私たちは神戸三宮で K-POP のスタジオファンにあります。はい、めっちゃ近いなんですね。めっちゃ近いからめっちゃな、ちょっとなんか配信の方お願いします。これから神戸でねイベントも増えますので、はいはい、今日は私たち2人なんですけど、本当は主人公はあの生徒さん、オーディションクラスの生徒さんだったり、はい、あのしますので、また見に来てください。あの、はい、2日連続富永先生にもよろしく、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。皆様最後までアムデペスティバル楽しんでください。ありがとうございました。